そして今日は素敵なお客様がいらしてくださっています。どうぞ。ぬくもりの里二川の小原です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、小原さんは島根県益田市水戸町二川と言いますと、今話題の柴犬のルーツ石郷の里で、石郷の地域おこしをされておられる方なんです。こんにちは。はい。もうちょっと大きい声だね。はい。はい、それでですね、今面白い取り組みをされておられるということなんですが、どういうことをされてますか。はい、今石郷のキャラクターを募集をしています。キャラクター。はい。そのキャラクターというのは、地域だけじゃなく全国的に募集、はい、もう北は北海道から、九州まで、たくさんの方にご応募いただいてます。ということは年齢層も幅広いですか。そうですね、上の方は90代のご応募がありました。じゃあ、じゃあ学生さんとか、もちろん、はい、お子さんもイラストレーターも、あの保育所の子供さんも幅広いですね。みんなに愛されてます。あ、さすが石ね。本当にもう年代を超え地域を超えて愛される石郷です。で、締め切りはいつですか。10月の25日に締め切りになってます。まだまだ間に合います。ぜひね、皆さんよろしくお願いします。で、締め切った後にそのキャラクターが決まるのはいつ頃ですか。11月2日が石郷の誕生日ですので、はい、その日に選考会を開いて決めます、はい。選考会はもちろん水戸町二川で、はい、はい、素晴らしいですね。でも石郷が誕生日ということは、もし生きていたら何歳ですか。90歳ですね。昭和5年生まれですからね。ちょうどなんかいい感じで90でね、うん、新しい90という年に今度はキャラクターとして新しい石が誕生するんですね。そうですね。素晴らしい。はい。なんかもう一言二言ございませんか。もっともっとたくさんのご応募があるようにお待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あんたも頼んで、はい、はいはい、ちょっとちょっと、はい、あんたも、はいはい、サニーも待ってます。サニーも待ってます。